長岡市のアオーレ長岡でランニングイベントが開かれました。スポーツの基本となる走る機会を提供しようと、新潟アルビレックスランニングクラブが仮設のトラックを用意。子どもたちは今日25メートル走のタイムを測りました。自分の思い通りの走りをできたことに嬉しいです。このイベントは今月23日にも新潟市中央区の時メッセで開かれます。